まあ一応お休みで、今日また再び再開ということなんですけど、で、ちょっとちょうどいいタイミングで、あのスペシャルゲストがちょっと今日来てくれたんですよ。じゃあせっかくなんでモッキーさんに言ってもらえますか、今日のサイコロ。なるほどね。私だけです。みんなだもん。はい。なんで？一応あの何かあった時のために来るまでっていうことなんですけど。はい。いろいろ悩んでる間に、なんかトンパチのデザインを作ったのが会社の人間だから呼んでくるねーって言ってお父さんが来ていただいて、僕がね今行きたいラーメン屋さんがランチが14時までなんですよ。あと2時間しかないからね、もう巻きで巻きでラーメン食うってやりましょう。ラーメンを食ってやるからな、待ってろ。よし、大丈夫、これが本番ですね。じゃあこれいくら、120円。さあ200円あった。やっぱコカ・コーラって普通に美味しいけど、あれですよね、あのなんか瓶で飲むとより良くないですか。ちょうどあの応援に来てくれた人がいて、すごい嬉しかったです。今前通ったのさ、定休日のね、看板が出てたね。定休日でしたね。サイコロ1は出すわ、定休日だし。めっちゃ涼しい。エアコン天国。もう余裕じゃないもん、もうピンピンピンじゃない、もうピンピンじゃないもん。さっき結構つらいねって言ってたじゃん。ラーメン、あ、じゃあ続け麺、続け麺、続け麺。左。ここは秋田、岩田の中に入っているバーガーキングさんです。で、今回のこの自転車のね、旅の中でスポンサードをしていただいた会社の中の一つということで、今日はちょっとね、ここで何か買っていこうかなというふうに思っています。皆さんも来てくださいね。じゃあ行ってみようと思います。もしよければなんですけど、今日を機にちょっとあの応援してくださっている皆さんに何かちょっといいことがね、プレゼント的なものがあれば嬉しいなと思うんですけど。じゃあうちの方をフォローしてもらえれば、はい、セット購入した時にサンデーズを全部しますので。お、じゃあこの秋田岩田店のバーガーキングさんのインスタグラムをフォローするとサンデーがプレゼント1個無料になるそうですよ。え、本当にいいんですか。大丈夫です。だそうです。皆さん来てくださいね。これがついてくるサンデーです。なんか3種類ぐらいあって、私はこのラズベリーのベリー系のやつにしました。いただきます。今告知したばっかりだったのに、告知ちょっと間に合わなかったかもしれない。しょうがないですね。秋田岩田店の中に今回ね、この協力してくださっているスポンサーの方のね、中からもう一つあのクリーニング屋さんが一軒入っているということで、こちらにもちょっと伺ってみようと思います。でですね、今回ちょっと先輩のジャムナイトギズモさんからこちら のアウターをちょっと預かって、これをちょっとクリーニングに出してこいというね、あの指令をいただきましたので、ちょっと早速出してみようと思います。はいはい、今日から20店舗は全て50円になります。いいですね、お得お得。うちも差し上げまして、はい、なおかつ 5% もね。そうなの、毎日いつでも。いつでも。お誕生日の時には 30% もね。そうなんだ。じゃあ、ベージュにします。はい、かしこまりました。じゃあ、こちらに、はい、ポケットがございますので、はい、こちらですね。
べて一式お入れいたします。お菓子はおかしい。